Hi, what's up everyone? It's Aki Takagi from Assist English Room. 皆さんこんにちは。アシストイングリッシュルームの高木です。Today's topic is TOEIC Part 5 品詞練習問題その1です。品詞の中でも形容詞、ここにフォーカスを当ててレッスンを行いたいと思います。形容詞と言いますと、例えば小さい、small、大きい、big、このようなまあいわゆるシンプルで多くの方がご存知のような単語、このような単語を問われるっていうことはまああまりなくて、TOEIC で問われるものっていうと少し複雑な形をした形容詞ということが多いかと思います。前のブログでもねお話ししましたけれども、パート5は得点をスピーディーに上げるのにうってつけのセクションです。その中でも品詞を問う問題は空欄の前後を見るだけでもわかるというボーナス付きです。確実に点数にしていきたい問題となります。まあ早速ですね、例文を見てみましょうか。1番目、 London has been attracting a なんとか number of tourists for the past 5 years。 そして選択肢が以下の ABCD。 A. increase、 B. increasing、 C. increased、 D. increasingly。私最初に、問題文のね全体を London has been と読みましたが、実は必ず選択肢の4つを先に目を通してください。この問題の選択肢 A から D を見ると、単語の出だし部分 increase increas までが共通で、お尻の部分だけが形を変えていますね。選択肢を見て一瞬で品詞の問題だとガッツポーズをしてほしい問題となります。さて、問われている品詞にもよるんですけれども、だいたい空欄の前後を見るだけでも解けることが多いのがこの形容詞のパターンなんですね。この問いでは an なんとか number となっています。これはすなわち a なんとか banana と同じ形なのが分かりますか？文法用語で言うと、あ、すなわち冠詞で、なんとか詞が入ってバナーナという名詞が来ている。さて、ここで質問ですが、このあ、なんとかバナーナのなんとかに入る単語の品詞は何でしょう？答えは形容詞です。例えば、A sweet banana のような感じ。A sweet banana。これは英語はもうこのような語順で話すと決まっていますので、決して A banana sweet にはならないんですよね。A sweet banana。これががっちりと決まっているんです。さて、ここでですね、前置き編でお話をしました分詞の話を思い出してください。分詞には現在分詞と過去分詞があります。そしてその分詞というのを形容詞と考えてくださいねというお話をしました。現在分詞というのは ing の形でお尻が終わっており、過去分詞というのはまあ基本的には ed の形をしているということでした。この時点で B か C、increasing か increased に絞ることができるんです。では、じゃあ B なのか C なのかどうやって見分けるんだという話になりますよね。ここで一つ覚えておきたいことが、現在分詞というのは能動的なサウンドを持ち、過去分詞は受動的なサウンドを持つんです。まあ、何のこっちゃという感じですが、このように、まあ、サウンドで分かるようになってくると英語を使うのがとても楽になるんですけれども、いやまだそれは難しいという方は以下の方法で考えてみてください。この例文では、number という数、number を説明、すなわち形容したいんですよね。その形容詞と名詞の関係を考えていきます。The number is increasing なのか、The number is increased なのかを考えます。増加している数、すなわち数それ自体が上昇している状態にありますので、The number イコール increasing が成り立つんです。数字が増やされたということではなく、数字が増えていると考えられますよね。すなわち、
The number equal increasing. それを言葉に戻すと The number is increasing. このように言い換えることができます。この関係が成り立つので答えは An increasing number となるんです。実のところ increasing というのは拡大するとか増加するというれっきとした形容詞として辞書に載っています。でも皆さんね、どの単語の形容詞も知っているよっていうわけではないじゃないですか、私も含めて。なのでその形容詞の形が一発でわかるという時は、まあ increasing だっていうふうに選べるんですけれども、それを知らない場合は今日先ほどご紹介したこの方法で解決してください。もう一問いってみましょう。ナンバー2をご覧ください。これもまずは選択肢を見ていきますよ。 appointed appointing appoint appointment。 はい、 A から D を見ていただくとすぐに品詞の問題だということがわかりますね。せめて空欄の前後の一単語ずつだけではなく、the か a、すなわち冠詞、そこから空欄の一つか二つ後ぐらいまでを見る癖をつけているといいかと思います。やはり the は必ず見なきゃいけないですね。 the か a の冠詞ね。さあ、ここでは the newly なんとか CEO となっています。これも簡素化して考えますと、1番と同様に、あ、なんとかバナーナと同じ形なのがわかりますでしょうか。ただ今回は、the と CEO の間に2単語入っているはずなので、2番、この問題では、例えば、the unbelievably big peach、信じられないほど大きな桃と同じ構造になっております。さあ、CEO というのは名詞ですね。Newly は ly で終わっているので副詞です。この副詞というのは形容詞をさらに説明しているものです。たとえですね、それを知らなくても、the と CEO の2単語の間に割って入るにはですよ、CEO という名詞を飾る形容詞が必ず入るはずなんですよ。そこで、CEO のジョッシュ・モレツキーさんは最近任命するのか、それとも任命されたのかを考えると、ジョッシュさんは任命される側ですから、すなわち受け身のサウンドを持つ appointed を選べば正解となります。では今日のまとめです。正しい形容詞を見つけよう。1つ目、名詞を飾るのは形容詞、形や姿を飾る言葉ですね。2番目、あやざ、冠詞。これと名詞の間に単語がいくつか入る場合、必ず一つは形容詞であるはず。3つ目、分詞の形の形容詞というのは、ing で終わるものは能動的なサウンドを持ち、ed で終わるものは受動的なサウンドを持つということでした。Alright, that's all for today. 今日は以上となります。これからもね、いろんな練習問題を解いて理解を深めていきたいと思います。なんとなくこれが正しいと思うとか、こういう語の並びを聞いたことがあるからこれにしようというような曖昧な答え方ではなく、れっきとした理由が述べられて答えられるということで、このパート5は必ず得点につながりますので、しっかりなんとなくで答えることをやめて、理由をしっかりできる自分を目指していきましょうね。 Alright, that's it. Thank you so much and I'll talk to you real soon. Bye bye.